今日はですね、Mavic Mini をね飛ばしに来ました。むちゃくちゃいい天気でね、ロケーションも最高なんですけど、Mavic Mini 用の ND フィルターをこのフリーウェルっていう会社の方に、テストしてくださいってことでいただいたので、今からねテストしてみたいと思います。ND フィルターとか PL フィルターとか、特に説明いらないよっていう方は下にタイムスタンプ貼っときますので、飛ばしてね、後半の実際の飛ばしてる映像をぜひご覧ください。じゃあなんで ND フィルターが必要かっていうとですね、今日みたいにすごい晴れた日で光の量が多いと、人間もサングラスがね必要になってきます。もう実際かけないともう目が開けてられないっていうかね、結構眩しくて目が細めちゃうと思うんですけど、それと一緒でカメラもこういう晴れた日にオートの設定で撮ると自動的にシャッター速度をものすごい高速にしてしまいます。例えば今日みたいな日だと2000分の1秒とかそのぐらいになっちゃうと思うんですけど、その状態で動画を撮ると動画が高速パラパラ漫画みたいにこう断続的な映像になってしまうんですね。1000分の1秒で撮った写真をたくさん並べて動画にしてるので、その1枚1枚に何て言うんですかね、ブレが全然ないっていうか、ものすごい高速で切り取ってるので、しぶきも飛んだ瞬間がちゃんと映っちゃうんですね。でそれがこう波の状態とか見ても、普通人間の目っていうのはある程度こう像っていうか、映像と映像の合間にこうブレが発生することによって自然に見えてるんですね。で今もミラーレスで50分の1秒に設定しているので、こう波の映像とか見ても自然な感じで映ってると思います。手を振ったりとかしてもこの像が自然にブレてると思うんですね。でそれが高速でシャッターを切ってしまった映像で動画を作ると、そのブレがなくなっちゃうんですね。なのでちょっと人間の目には不自然な映像に映ってしまうんですけど、それを緩和するためにこういったこういう ND フィルターっていうのを使って、このカメラに入る光の量、センサーが受ける光の量を減らしてやることができるようになっています。で今回はこのフリーウェルっていう会社の方が、実際これ Mavic Mini 用であんまりまだたくさん出てないんですけど、Mavic Mini 用の ND フィルターが出たのでテストしてみてくださいってことでいただいたので、ちょっとね今から実際飛ばしてみたいと思います。Mavic Mini ね、むちゃくちゃいいんですけど、やっぱちょっと飛行時間が短いのがね残念ですけどね。じゃあまずフィルターなしでね飛ばしてみます。でちょっと映るかわかんないんですけど、露出設定はプラマイ0で撮ります。今日はかなり眩しいので ND16 をねとりあえずつけてみましょうか。この中であるのは ND16、 純粋な ND フィルターとしては ND16 が最高に暗いものになってます。これをつけてみたいと思います。 ND16 で今実際に置いてる状態で、さっき言ってた設定にするとシャッター速度50分の1秒、 ISO100 プラス 1.3 ぐらいになっちゃいますね。 ISO、しょうがないのでシャッター速度は100分の1秒ぐらいにしてみます。じゃあこれで実際ちょっと飛ばしてみたいと思います。100分の1秒でも十分いけてますけど、シャッター速度を50分の1ぐらいにして、50分の1にすると若干白飛びするんですけど、でもね十分島とか海は普通に映ってます。今度は CPL と ND32 が合体したものでいきたいと思います。で CPL はここがこう回転するんですよね。その白と白のマークが合ってる時が一番変更して、実際見ても分かるんですけど、ちょっとカメラ越しじゃ多分見えないかなとは思うんですけど、水面の反射が抑えられて海の中が見えるようになるんですね。この状態でじゃあ飛ばしてみたいと思います。今実際映ってる映像なんですけど、実際白飛びのところがほとんどなくなって、本当に明るい空の雲の一部だけ白飛びしてる感じになってます。で水面の反射がねかなり抑えられて、水の中がよく映ってるのが分かると思います。Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be.Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture. 次にですね、純粋な PL フィルターだけをねつけてやってみたいと思います。取り付けはですね、ちょっとここにこんな感じで、この溝のところに後ろ、カメラの後ろにヒートシンクみたいなこう溝があるんですけど、そこに引っ掛けつつ前側にパチンとつける感じです。かなりしっかりついてて、その飛行中に取れるってこともないし、この重みのせいで何か変な影響が出るってことも今のところ全然ないですね。じゃあ純粋な PL フィルターだけでね飛ばしてみたいと思います。今度オートにして飛ばしてみたいと思います。オートで乱反射が抑えられる PL フィルターだけで飛ばすとどうなるか、そんな映像をお見せしたいと思います。かなり水面がね綺麗に、ちょっと上空から見てみたいと思います。Without knowing she did, but I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go.I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I can. 今の映像、今飛ばしてたのはもう本当に純粋な CPL だけで、一番反射を抑える角度で撮影してみました。すごい水の中が綺麗に見えてね。いい感じでしたね。オートでも全然この CPL だけでもね十分効果がわかると思います。じゃあこの4つのパターンをもう一度比較してみたいと思うんですけど、まず ND フィルターなしの状態です。これはこれでね結構綺麗ですよね。一見するとは綺麗だなって思うんですけど、やっぱオートの設定で撮ってるので、明るさがね断続的に変化していくんですよね。これも近づいていくと森の部分が明るくて、今度空がね真っ白になっていくですよね。オートでどんどん明るさを合わせてくれちゃうんですよね。でこれもそうですね。背景の岩山の部分は暗いんですけど、近づいていくと今度はそこに明るさがあって、今度は空が真っ白になってしまう。今度逆パターンですけどね。だんだん下がっていくと、今度は空の露出に合わせていって山は暗くなるという、これがオートの設定で撮った映像になります。で次は ND16 をつけて撮った状態です。 ND フィルターをつけているので、マニュアル設定にして露出も固定してあります。シャッター速度50分の1とか ISO100 で撮ってます。なので明るさがね勝手に変わらないんですね。一度明るさを露出を決めてしまえば勝手に変わらないので、こういう感じで暗いところを撮ってもちゃんと暗いまま映ります。森とか砂とかもね。あとモーションブラーがかかるので、こう波打ち際の様子とか地面が流れていく様子なんかもね滑らかになってるんじゃないでしょうか。そして人間がこう手を振る様子、手のブレなんかもね実際に目の前で手を振ってるのと同じようなグレがねちゃんと映ってると思います。今度は CPL と ND32 をつけた状態です。 CPL フィルターがあるので、水面下のね水の中もすごい綺麗に映ってますよね。反射が抑えられてます。で、島の森の様子なんかも木が鮮やかですね。空も若干青さが増してるように見えます。で ND フィルターがついているのでやはり露出が勝手に変化しないのでずっと同じ露出で撮り続けることができます。森とか海とか空もずっと同じ明るさを保ってると思います。これもそうですね。後ろの背景の私の後ろの森のあたりも全然勝手に明るさが変わったりしていかないのがね分かると思います。空もずっと綺麗に露出があったまんまで映ってます。近づいていってもやはり勝手に明るさが変化しないですね。最後は CPL フィルターだけで撮った映像です。オートで撮ってるんですけどやはりこんな感じで非常に水の中が綺麗に映ってますね。オートなので、煩わしい設定は何もいらないんですけど、その分こういう感じで明るさがね今森にあってますけど空に向けると空がにあったり今度また森にあったりって感じで明るさがコロコロ変わってしまうのは仕方がないんですけど、そこを気にしなければ結構 CPL フィルターだけでもねこんな感じですごい綺麗な映像がね撮れますね。最後ちょっと別の例なんですけどこれはオートで撮影しています。なので地面の水田とか稲とかの様子明るさに合わせてて空に向けていくと今度は空の露出に合わせるように自動でね明るさが変化していったと思います。これはこれで優秀だし綺麗なんですけどやっぱり意図せず明るさが変わってしまうんですよね。で次にマニュアルで撮影するとこんな感じになります。これは ND フィルターをつけてシャッター速度も固定して ISO も固定して撮影した様子です。ちょっと暗めに映ってはいるんですけど、空の明るさ空が綺麗なまんま下がっていって地面の面積が増えていってるんですがやっぱり明るさは一定のまま勝手に変化しないんですね。やっぱりこっちの方がシネマティックに見えるんじゃないでしょうかね。非常に綺麗です。今回はフリーウェルプロから発売されている DJI Mavic Mini 用のフィルターをいろいろと試してみました。ND フィルターとかね、CPL フィルターとか。少し前のアップデートで Mavic Mini もマニュアル撮影ができるようになったので、こういった品質のいいフィルターを使うことによって、より性能を引き出したり、より好みの映像をね、簡単に撮ることができるっていうことがね、よく分かりました。Mavic Mini ね、本当に小さくて軽くて値段も比較的安いドローンなんですけど、本当使いようによってはかなりね、シネマティックな映像が撮れるいいドローンですね。関心のある方はぜひ挑戦してみてください。今日紹介したものは下にリンクを貼っておきますので、よかったらご覧ください。ということで今回もご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。